い、というわけで初見さんが質問歓迎、投げ銭スパチは大歓迎、来るものは拒まず、パーカッションのワークショップお届けします。高文がお送りします。よろしくお願いします。一応モサンビーケっていう名前がついているリズムには5つありますと。1つはキューバンスタイル、これが一番最初のやつと言われておりまして、キューバで生まれてキューバのペイジョ・エル・アフロカンというですねパーカッショニストが俺が作ったんだと、言っております。はい。で結構アルバムにもこのリズムを多用した、曲がねたくさんありますので、この名前が特徴的なので検索していただくとねもう一発でヒットしますので、気になる方はチェックしてみてください。はい。でここからですねニューヨークに渡る。でニューヨークでそのラテン系の音楽が流行した時に、サルサっていうね音楽ジャンルが、まあ、作られるわけなんですけれども、そこでですねエディ・パルミエリっていうねピアニスト、もう今では巨匠ですけども、巨匠中の巨匠、サルサだったりラテンジャズの巨匠が、流行らせたスタイルっていうのがあって、それがニューヨークスタイルと一般的には言われてます。はい。まあ、ほとんど同じなんだけどニューヨークスタイルの方がキャッチーでございます。はい。で3つ目がガッドスタイルって、これ何かというとスティーブ・ガッドね、まあドラムやってる方はね当然知ってると思うんだけど、彼がそのニューヨークスタイルの方だと思うんですけど、ニューヨークスタイルの方をドラムセットに、落とし込んだ。まあ当然これパーカッションでやるリズムなわけなんだけれども、ドラムセットでやってもいいじゃないですかっていう話で、例えばこうカウベルでやってたこうみたいなやつをシンバルでやったりとか、このコンガでやってるのをドラムセットのタムで叩いたりして、やったのが一応ガッドスタイルっていう感じ。これはもう完全にもうデフォルメされた形ね。はい。だからこの3つは実は明確にそれぞれ叩き方だったりが違います。まずキューバスタイルの方がまずこのカウベルのパターンが結構分かりやすく違くて、叩くとこういうパターンですね。まあ、こんぐらい速くなるんだけど、コンキッコンキコンキキコンキキコンキコンキコンキキコンキキで、ニューヨークスの方がこれ結構明確に今違い分かったと思うんですよ。キューバの方がニューヨークの方が、はい、まあ同じような結構賑やかな感じなんだけど、ニューヨークの方がこのコンコンっていうのがコンコンとキンキンがこうよりカラフルに聞こえるっていうか、よりポップな感じに聞こえませんか？僕は聞こえるんだけど、でこれ結構そのあのサンバのアゴゴとかね、こういうのに似てるじゃないですか。はい。でこういう、微妙に違うリズムっていうのはたくさんあって、特にこう音色の音程差がはっきり分かれるカラフルな感じがするとよりこうポップに踊れる、まあカーニバルなんかでみんなが楽しめるようなリズムになると。でコンガもね実は全然違くて、キューバの方はですねちょルンバクラブなんですね。で、ニューヨークの方は、まあ、このルンバでやることもあるんだけど結構ねソンクラーベだね。カツツカツツカツ。あ、こうだね。まあニューヨークスタイルの方がよりポップな感じがしますというところです。で、あ、すいません。まだスティーブ・ガッド見てなかった、スティーブ・ガッドはじゃあどうしてるかっていうと、さっきも言った通りなんだけども、これをドラムセットでやってますと。要は今やったですねニューヨークスタイルの
ていうやつを割とこう全部同じような感じで叩いてるとかね。あんまりこう音程差をつけないで、いろんな演奏あるんですけど、結構、キックを四部で踏んでる、四つ打ちで踏んでる。ことが多いかなと思いますね。で、簡単なやり方としては、まずこの、あ、ドラムやってる方いますかね。ドラムやってる方いたら、まず音形を覚える。カンカンカタンカンカタンカタンカタン。で、片手で叩けるようになったら、その叩いていないところを反対の手で叩く。まあ、ずっと右左埋めてるっていう感じで。こういう感じで埋めて、片方カウベル、片方スネアとかでやると。まあ、こういう感じになりますね。もうこれだけで十分、もう 3BK っぽいというか、あと支部でこう埋めると。もともとそのルーツのコンガがあり、キューバンスタイルが生まれる、キューバンスタイルからのニューヨークスタイルが生まれる、ニューヨークスタイルからのガッドスタイルが生まれるっていう感じでございます。